はい、今日もスクエスのね、勧誘やっていきたいと思います。で、今日はスクエス感謝祭のね、記念の SSR 以上確定勧誘、こちらをやっていきたいと思います。まあ、ノンタンのお誕生日、そしてスクエス感謝祭ということで、おめでたいことがたくさん続いておりますけども、まあ、こちらの方も挑戦していきたいと思います。もうこちらはね、もう一発勝負ということですので、はい、行きましょう。さあ、何が出るでしょう。まあ、SSR 以上必ず出ますので、まあ、安心した引きにはなるんですけども。おっと、わ、嬉しい。アルティメットレア、UR 来ましたね。おー、これはしかも持ってるカードなので、合成できると思います。いやいやいや、びっくり。しかも、海ちゃんのカードでしたんで、うわー。嬉しいですね。まあ、最近あんまりね、引きの方もよろしくない成績続いていたので、いやー嬉しいです。これは、それではこれは特別練習やっていきましょう。はい、それでは特別練習やっていきたいと思います。まあ、ベースにするのはもともと持っていた海ちゃんの UR カードですね。こちらレベル80まで上げてますので、これをベースにしまして、今ゲットしました小悪魔編の海ちゃんを特別練習したいと思います。今までね、スクエスを、まあ、本格的に始めたのが私12月ぐらいだったんですけども、いや初めての UR 特別練習ということで、いやいやいや、一つスロットが開放されるみたいですけども、それでは行きましょう。特別練習ということで、わー、来ましたね。ちょっと見づらくてすみません。はい、ということで UR 覚醒しました。これで多分レベル100までいけるので、はい、判定強化ということですね。絵柄はこちらになりました。ということで、いやー UR ね、もう今までこうと何ですか、プレゼントでもらったりとかそういうのはね結構、持ってたんですけども、自分で引いた UR が2枚揃ったっていうのは、初めてでした。はい、ということで、スクエス感謝祭の限定ガチャですけども、今回はね、なかなか満足にいく引きだったと思います。それでは、またスクエスのガチャの方もですね、機会あれば挑戦していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではまた。ラブアロー。